はい、どうも矢沢です。松田です。今回は写真家とカメラマンの違いについてお話しします。ぜひ最後までご覧ください。はい、改めまして矢沢です。松田です。まあ、今回はね、写真家とカメラマンの違いというこれまで多くの YouTuber さんがね、持論を語ってきたテーマをあえてやろうかっていう感じなんですけれども、あのお話を進める前にね、あの呼び方についてなんですけど、あの海外だとムービーの回す人がカメラマンで、あの写真を撮る人はあのフォトグラファーだみたいなこともあるんですけれど、はい、まあ日本だとやっぱりちょっと写真家とカメラマンっていう呼び方が一番違いが分かるというか、まあ、浸透してるかなと思うんで、まあ、今回はちょっと便宜上ですよ。便宜上ね、あのそれで統一させていただこうと思うんですけれども、今回なぜこのテーマでねやろうかと思ったかというと、あの皆さんがね本当にたくさんコメント寄せていただけてありがたい限りなんですけれども、あの質問なんかもいただいたりする中で、あのカメラマンとね写真家の違いっていうのがいまいち伝わっていないかなっていう印象を受けるんですけど、でまあ、それもあってね、一回ちょっとあの整理して、このチャンネルをご覧になっている方皆さんにね、我々の考えとして整理してちょっとお伝えした方がいいかなっていう認識を合わせるって感じですかね。そうですね、その辺をちょっとお伝えしたい、会議したいと思うんですけれども、はい、あのその違いを語る上でね、あの一番分かりやすいのが音楽業界に例えるのが一番いいような気がするんですよ。分かりやすいと思います、うん、で例えば写真家さんはシンガーソングライター、ほうほうほう、自分でね曲を作って、はい、で人前で演奏したり CD を出したりすることによって、まあ、お金をいただく生活していくっていう方が、まあ、写真家タイプというかシンガーソングライターだと思うんですけども、一方スタジオミュージシャンだとか、あとはバックバンド、だから譜面を渡されてすぐに何でも演奏できる人が、まあ、カメラマンだっていう感じ。まあその何ですか、その得意分野っていうのはあると思うんですけど、何でもやるっていうのがカメラマンですよね、うん、基本そうだと思いますね。まあそこがね苦手分野が少なかったりとか、はい、また得意分野がそのスタジオミュージシャンの中でもね、このチャンネルだったらあの人だよねみたいなのも当然あるわけですけども、まあ、カメラマンの世界もそうやってお仕事をいただく側でもね、得意不得意って当然出てきますけれども、基本的にはお金の流れというかな、発信の仕方っていうのはそういう違いがありますよっていうことを、まあ大前提でお伝えしたいかなっていうのがあるんですけどもね。うん、で、まあ、マッサーも完全にカメラマンタイプです。そうですね。もう何でもこなしますね。そうですね。そこの引き出しを少しでもね、はい、多くして、もう譜面渡されたら、もう初見で弾けるみたいな。まあ、それに美学を感じてる部分もありますね。うん、ですよね。矢沢さんってちょっと分かりにくいですけど、矢沢さんって。分かりにくいですかね。なんか両方なイメージ。あー、でも今の自分でつけた定義で言うと、はい、カメラマン的な仕事っていうのは1割もないかな。そうですか、うん、ファッションショーとあのライブステージの撮影が唯一自分はクライアントがいる仕事で、はい、あのまあ、グラビア系とか取材物もわりかしレースクイーンなんかもそうですけど、それは全部自分の事業としてやってるんだよね。自分の発信ですね。シンガーソングライターさんですね。まあそうだね。そういう感じになってくるから、あの機材にお金がかかるものほどあのカメラマンなんだよ。ライブ撮影とか、舞台な。そうそうそう。そういったものの方がやっぱお金かかるじゃないですか。はい、スタジオと違うから、はい。だからそっちの方にはやったらお金かかってんだけど、はい、うん、自分の事業ではもうお金かからないわけじゃないけどね。いやもちろんすごい投資されてるんでかからないわけではないんだけれども、うん、だから、ね、収入の割合で言うとね、本当そうですよ、9割91ぐらいですね。でも自分は写真家だとは思わないんだよね。でもやっぱ何ですかね、カメラを志す人って、うん、やっぱり多かれ少なかれ写真家を目指して、うん、入ってくる人とか写真家をイメージして門を叩く人って多いわけじゃないですか。ああ、俺はね完全にね、あの事業こういうこと言うとね、多分ね、あの写真好きな人からは嫌われるんだと思うんだけれども、はい、あの俺の写真に対するスタンスっていうのはアートじゃないんだよね、ビジネスなんだよね、うん、これあの4月以降ちゃんと自分はこの辺のお話を掘り下げていこうと思うので、ほうほう、来月から、来月から多分他のカメラマンが絶対言わないようなことばっかり言うと思うよ。それを増田聞いていいんですか、
増田君に当てはまるかどうかはまた微妙なんですけれども、ね、そうですね、うん、なんかだからそこなんですね、当てはまるって意味で。だから自分はだからそういった意味ではあのお金の流れ的には写真家的なんだけど、はい、あの写真家ではないな。でもなんか写真家さんって個展を開いたりとか、はい、写真集を出したり、あ、まあ、写真集というか、いや、もう写真集出されてる方いっぱいいますよね、はい、それで生活されてる方もいると思うけど、でもやっぱり、まあ、写真集はともかく、はい、個展でなんか写真を買ってもらうっていう文化日本なかなかないじゃないですか。そうです、どっちかっていうと個展っていうのはプロモーションの場っていうイメージですかね、うん、そうそうそう、ミュージシャンがインストアライブやるようなもんだと思いますよ、うん、そうですね、だから自分を知ってもらう、自分の作品を見てもらう、はいはい、であわよくば買ってもらえれば一番いいわけだけど、写真家さんでは発信していくスタンスだし、はい、まあ、カメラマンはどちらかというと、まあ、受け身っていうとまあ語弊があるけれども、はい、でもやっぱお金の流れ的にはそっちになってくるかな。確かに営業行きますけど、うん、なんか自分の撮りたいもの撮らせてっていうよりも、うん、こういうの撮れますけど使ってみますかみたいな、うん、腕を売るというか、そうだ、ね、技術、世界観を売るわけじゃないからね、はい、あ、そこかもしれないですね、技術を売るのか、うん、世界観を売るのかみたいな。でもちろんね、その世界観を売る側、その写真家さんだって、まあ、もちろんそのビジネス、企業案件とか、ね、はい、そういうのが絡んできたら、まあ、これもミュージシャンに例えると分かりやすいんだけどさ、メジャーデビューしてさ、それこそミュージックステーションにもう毎回ね、シングルが出るたんびに出るような人たちであって、それがもうあのタイアップになってくればさ、ドラマの主題歌ですとか CM ソングですになってくれば、絶対この単語入れてくださいとか、こういうストーリーなんでこういう色付けでっていう、まあ、ぼんやり指示は出るわけじゃない。でもそれはあくまでその人たちの、あの世界観があって依頼が来るわけだからさ、っていうのはやっぱり写真家さんでもあると思いますよ。そうですね。で、まあ写真家とカメラマンが紛らわしいのってやっぱり写真家さんがカメラマンを兼ねてる場合が多いからじゃないですか。あ、そうだね、まあどっちかっていうのはカメラマンだけっていうのはいると思うけど、はい、写真家だけっていうのはなかなか難しいだろうね、はい、ごく一部だと思います。うん、本当そうだね、まあ、ただそこがちょっとややこしくなっちゃうのかな、いっぱいの人から見ちゃうとね、はい、まあ、でもいるかもしれないです。例えばあのその家が裕福だったりとか他の仕事しながら写真家としてだけやって写真の仕事をしてない、あのその企業案件を受けてないというか、あのそのビジネス的に取ってない。なるほどね、はい、まあ、難しいところですけど、まあ確かにだから副業やってる方も当然いらっしゃるだろうし、はい、どっちを押し出していくかっていうのは自由だからね、はい、まあ、逆に自分の作品を発表しながらやっぱカメラマンとしてその技術を売っていくって人もいっぱいいらっしゃると思いますし、うん、そういう人もいるだろうしね、はい、うん、例えば個展をやったこととか、はい、どっかで賞を取ったことっていうのがカメラマンとして依頼をされる上での、はい、まあ、信頼度に関わってくる場合もあるからね、はい、今ねあのお話したみたいに、まあ、兼ねてる方っていうのはたくさんいらっしゃるので、はい、まあ、そこでやっぱり一般の方から見るとそのややこしくなってしまうところもあるかもしれないんだけれども、はい、大まかな我々的なねあの線引きとしては、まあ、クライアントありきでお仕事をいただくのがカメラマンで、まあ、写真家さんはまあ自分でね世界観を構築していくっていうところが大きく違うんじゃないでしょうかっていう感じですね、うん、あのこれもそうなんですけど、はい、あの譜面読めなくても曲書ける人いるじゃんか、はい、逆にあの初見で譜面読めるけど曲書けない人もいっぱいいるじゃんか。自分そのタイプそうだね、明らかにそうだね、はい、俺前者だね、はい、いや分かりやすいですねここはなんで複雑なんでよりこんがらがるんですよ。いや譜面読めないけど曲書けるって言って俺撮影技術が何もないみたいなそう最初はそうっていうとか、ね、まあ、入り口はそうでしたからね、まあ、これ前の動画でも言ってるから全然いいんだけど、はい、一番最初の仕事なんてあのオールプログラムで撮ったからさでもだからそれでもちゃんと記事の写真として成立してたんだもん、まあ、そこからちゃんとあの譜面を読めるような努力はしてますよ。ちゃんとそれ足りないものを補ってきてはいますけれど、入り口はそこでしたね。ですね。自分もなんでその自分で譜面書けないからこそいろんな曲のアレンジをしていくというか、なるほど、ね、いろんなカメラマンさんの写真見てそのいろんな技術を学んでいくっていうので補っていくので、例えば無茶ぶりというかブライアントさんからその増田さんの世界観で撮ってくださいみたいな大雑把なイメージ来た時に、例えばクライアントさんの裏を読んでこういう世界観欲しいんだなっていうのを汲み取ってその世界観を提供するってことはありますけどね。軽くちょっとアドリブを入れてみたりとかね、
そうそうそうです。もう結構ありますよ、やっぱり。ただ単になんか白飛ばしで撮ってくださいって言いますけど、増田流の人アレンジを加えてするとやっぱ喜ばれたりとか、次の仕事につながったりとか。外したら大変ですけどね。そこが経験ですよ。そこが一番なんかあれだね、スタジオミュージシャンというかカメラマンの腕の見せ所っていうところですかね。でもそこはなんか空気読むというか。一番困るのがさ、クライアントさんの側でプランが決まってない時ね。はい。あとクライアントさんの脳内イメージと、うん、あれ発言イメージが食い違ってる時。やっぱり一番分かりやすいのがパキッとした写真を撮ってくださいけど生っぽい写真は嫌ですって言われた時どうしますかっていうイメージ来て、だから最初パキッとしたイメージっていうか、例えば生打ちで鍵パキッと出したりしたら、ちょっとこれ生々しいんですよねみたいな感じで来たりとかっていうのを察する能力みたいな、全問答みたいな。でもそれがクライアントさんとの対決なので。そうだね。ですね。でも憧れます、やっぱりちょっと、シンガーソングライターというか写真家というか自分の世界観をっていうのは。そういうのに憧れはあるの？いや、単純に何ですか、さっきの全問答に対して疲れ果ててるだけかもしれないです。でも好きなように撮れって言われても難しいでしょ。嫌ですね。嫌なんだ。けど何て言うんですか、例えば何か何て言うんですかね、やっぱりでもその答えがないのが一番嫌なので。うん、俺の答えはね、お金ですよ。ほう。どれだけ利益を生んでくれるかっていうところですよね。ビジネスですね。ビジネスですね、完全に。だからアーティスティックではないかな。どんどんうちのチャンネル登録者数が減りそうですけどね。でもだからこそその稼ぐために技術提供するとかあるわけです、うん、で写真の知識ありますし、うん、で矢沢さんの世界観があるじゃないですか。どうなんだろうね、世界観があるんだとすれば、自分の撮った写真っていうかな、うん、コンテンツを告知のためにね、はい、ブログに上げてた時があるんですけど、はい、それを見た大手の出版社さんからお声がかかって、この世界観で DVD 作ってくれませんかっていうのは過去に来たよね、はい、やっぱそれが世界観を持ってるってことで、ね、うん、でも俺あんまり自分の世界観だと思ってないんだよね、それね。まあそれは俺の中の問題っていうかさ、はい、うん、こだわり方なのかもしれないんだけれども、はい、うん、それを作品と思ってやっていなくて、あくまで商品と思ってやってるかな、あえて言うんだ。でもそれは一つの答えですよ、うん、だからどうしてもなんかあれかもしれないね、カメラマン写真家っていうテーマを掲げておきながらなんなんですけれど、ビジネスマンってのもあるっていう。でもそこにも憧れますね。すみません、ないものねだりなんですけど。もう今までね、何度かね、同業のカメラマンさんにね、矢沢さんはカメラマンっていうよりもビジネスマンですよねって言われたことがあるんですよ。はい。で、大体そう言ってくる人って、申し訳ないんだけど自分より所得が低くて、で、あとは積み重ねてきた人、まあ、マスもそうなんだけど、まあ、そういうですね、写真カメラの学校出てスタジオマンやったりとか、あとは有名なカメラマンさんのお弟子さんやったりとかっていうことを経てなってきた人で、俺はさ、ある日突然脇道から入ってきた人間じゃない、はい、すごいですよね。31過ぎから30過ぎてさ、はい、脱サラして今の仕事についてやってきててるわけですよ、はい。でそうするとやっぱその人たちからしたらさ、まあ大人だからさ、態度には出さないよ、出さないけど、やっぱり面白くねえと思うんだよ。まあそれを言っちゃってる時点でちょっと透けて見えますよね。そうなんだ。だから矢沢さんはカメラマンっていうよりビジネスマンですよねって言ってる時点で違う人種ですよ、だからカメラマンとしては負けてねえよっていうのが見え隠れするじゃないですか。他人事じゃないので胸が痛いです。でも言っとくけど、俺は 100% 自分の成果物で食ってるからね。お揃いでいります。だって俺別に株やってないし、不動産持ってるわけでもないしさ、ギャンブルやるわけでもないしさ、自分が撮った写真とあとは動画で全部収益上げてますから。素晴らしいです。それをカメラマンと呼ばずしして何て呼ぶっていう。そうですよね、うん、と思いますけどね。だからそれはその人たちの保身というか、
気はするんで、まあ、言うために聞き流してますけど別に、うん、ですね。それをカメラマンと言われて最大のだからそこはだから お金の作り方っていうとあれだけど稼ぎ方が違うっていうだけですよですね、うん、まあ、そういうお話をまた4月からやっていこうと思ってるんですけど、うん、有益なお話です、ね、有益なんですかね。あなたに一番言いたいことですけどね他のカメラマンが絶対教えてくれないことだから本当にですね、うん、他のカメラマンの、まあ、撮り方というか、まあ、写真のことは話せますけど、うん、ビジネス形態って違いがないですからね、うん、これでもカメラマンに限った話じゃないですけどね。だから、はい、自分がこれからお話しするであろうことを、うん、あの丸々真似はできないんですよ絶対に、はい、もうそれはなぜかというと俺だからって話じゃなくてもう時代が違うし、だから成功体験の本を読んだって何もならないと自分は思ってるんで、今 YouTube でさ、なんかその成功するためにはっていう発信をされてる方いろんなジャンルでいるんだけれども、それはあくまでその人の成功体験であったり書物からの引用だったりに過ぎなくて、でそれを見てなるほどと思ってもそのなるほどと思った人が世の中に山ほどいるわけじゃんみたいな。で今から真似しても遅いんだよ。遅いです、うん、だからそういう点においては自分はこの時こうやってきましたよっていう話はできるんだけれど、はい、それはあくまで考え方の角度を変えてみなっていう話で、はい、うん、それを丸ごと真似したからってどうにかなるってもんじゃないよっていう。そう言っております、うん、真似できないと思ってます、うん、あの飲んだら痩せる薬はないと一緒だよね。その通りですね痩せろよお前はいっていう感じで4月から楽しみですね。そうですね、まあそんなに最初ねちょっとチャンネルを分けることも考えたんですけど、はい、あのそんなにねあの連載で100本も200本もあの話せる内容じゃないので、はい、ちょっとこのチャンネルに絡めて、やっぱりフリーのカメラマンを志してる方とか、はい、あとはやっぱりなかなか自転車操業でね、はい、そこからうまくいかないって方もいらっしゃるかなと思うんで、はい、伸び悩んでる方とか、そうですね、技術系のことは他の YouTuber さん山ほどやってらっしゃるんで、あの考え方の角度をちょっと変えてみたらっていう提案をちょっと私はしていこうかなって思っております、はい、承知しました。まあ、そんな感じでね、はい、だいぶ話が脱線した気がしますけれども、はい、でも結局は写真家とカメラマンっていうのは考え方が違うからっていうのが、うん、スタンスも違いますからね、はい、その辺の違いが分かった上でいろいろとあのコミュニケーションを取っていると我々との話が合わせやすいかなっていうか合致していくかなと思いますので、ね、まあ、今後ともよろしくお願いしますって感じでしょうか。よろしくお願いします。以上、矢沢でした。増田でした。